セルビア放棄とは、オスマン帝国支配下のセルビアで発生した、セルビア人らによる独立運動のことである。この放棄は、第1次、第2次の2期に分けられ、第2次放棄の結果、セルビアは、セルビア公国として、独立を果たす。コソボの戦い14世紀、ステファンウロシュ4世、ルシャンの下で前世紀を迎えた中世セルビア王国も、ルシャン死後、 後を継いだステファン・ウロシュ・ゴセイは、弱年で、軍事、政治の才能が乏しかったため分裂。テッサリアは、叔父のシメオン・ウロシュが、バルダル・ガーサガンは、オイノデ・ヤノビチが、西マケドニアは、プリレプの部下心が、それぞれ、公家として、独立を宣言する事態に至っていた。しかしこの分裂は、ビザンツ帝国の内紛に乗じて、ガリポリ半島に、共闘法を築いていた。 オスマン帝国にチャンスを与えた。1360年、アドリアノープルを占領した、オスマン帝国軍は徐々に勢力を拡大。1389年6月15日、コソボポリエイだった、オスマン帝国軍は中世セルビア公国を中心とした諸公軍をコソボの戦いで撃破。ここにオスマン帝国のバルカン半島支配が成立した。しかし、 セルビア公国はすぐさま滅んだわけではなかった。規模コそ縮小されたが、オスマン帝国がティムールの攻撃に悩まされている間、ごく短期間ではあったが、息を継ぐことができた。1427年以降、セルビアはハンガリーの援助を受けながら、オスマン帝国への抵抗を続けたが、1441年には、セルビアの大部分がオスマン帝国の手に落ち、1441年、 最後の要塞、スメデレボが陥落したことで、セルビア公国は完全にその息の根を止められ、ツルナゴーラの身は辛くもその手から逃れることができた。1456年、ベオグラードを囲むオスマン帝国軍オスマン帝国の侵入開始以降、セルビア人らは大移動を開始した。ボスニア、ダルマチア、ツルナゴーラ、スラボニア、ボイボディナ、彼らは各地に散らばった。 1389年のコソボの戦い以降は、ドナウ川を越えて北方へ脱出する人々も現れた。そして、ハンガリーへ脱出した人々は後に、ハンガリー対オスマン帝国の戦いで大きな役割を演じることになる。しかし、オスマン帝国に泊まったセルビア人らも多数存在した。彼らの中には、デオシルメ制によって強制回収させられたものや、 自発的にイスラム教へ改修した者も,も現れたが、その大部分はセルビア正教会を中心にキリスト教を報じ続けた。これはオスマン帝国が宗教に寛容であったことや、地方行政や教会の業務に独立性が認められたこと主因であり、オスマン帝国はセルビア人らに圧勢的ではあったが、耐えられないところまで厳しいものではなかった。また、 デウシルメ製で徴用された者の,の中には大祭相まで上り詰めた者も,もいた。ソコロビチは大祭相にまで昇進すると、オスマン帝国の統治システム、ミッテト制を活用、セルビア正教ミッテトとして、ペイチ創主教座を中心に、セルビア正教会を構築して1551年以降、宗教上の自治を与え、セルビア人らのアイデンティティを保持させた。しかし、 当初こそ圧政が行われることはなかったが、中央権力が及ばなくなり、パシャ等が腐敗し始めると徐々に状況が悪化していった。また、オスマン帝国の精鋭、イエニチェリへの徴兵が行われたことが、セルビア人らにとって最も不満が募ることであった。徴兵自体は1676年で終了したが、18世紀に入るとイエニチェリが腐敗化。 セルビアの地域で重税を課して圧政を始めたため、セルビア人らはこれに苦しんだ。17世紀以降、オスマン帝国は頂点を超え、衰退へと向かっていた。1664年、ザンクト・ゴット・ハルトの戦いで、オスマン帝国軍がハプスブルク帝国軍に撃破され1683年にはウィーンから撃退された。そのため、 1687年にはハンガリーを、1688年にはベオグラードを失った。この事態に至り、セルビア人らは狂気しながら、オスマン帝国へ対抗しようとした。しかし、オーストリア軍はスコピーまで南下したものの、カトリック系であるイエズス会の神父等を伴って、聖教徒であるセルビア人らの回収を目論んでいた。このため、 オーストリア軍への協力をやめる人が続出、結局、協力を得ることができなくなったオーストリア軍は、ドナウ川以北へ撤退せざるを得なくなった。1699年、カルロビッツ条約が結ばれたことで、ハンガリー、クロアチア、スラボニアはオーストリア支配下となったが、セルビアはオスマン帝国に残されることになった。セルビア総主教アルセニエ4世その後も、 オスマン帝国とオーストリアの間では戦いが続いてたが1718年に結ばれたパスサロビッツ条約でバラキアの一部とティミショアラヌバナートそしてセルビアの一部であるサバドナウ間の南方一帯が譲渡されたしかしオーストリアはセルビア人らにカトリックを押し付けようとしたためセルビア人らはこれを嫌いオスマン帝国領へな南下1738年に再び オーストリアとオスマン帝国との間で再び戦いが始まったが、セルビア人らはこれに協力することはなかった。そのため、セルビア総主教アルセニエ4世が、セルビア人らにオスマン帝国と戦うことを説いたが、結局、セルビア人らは協力しなかったため、オスマン帝国は再び勢力を盛り返し、1739年、ベオグラード条約が締結されるとオーストリアは再び、 サバドナウ間、南方一帯を失い、ベオグラード、モラバ川沿岸をも失った。ベオグラード条約の調印1739年以降、セルビアは平穏な時代を迎えた。しかし、オスマン帝国の中央集権体制が弱体化したため、地方管理の力が増していった。そしてさらに、オスマン帝国辺境地となったセルビアに、イエニチェリが駐屯、イエニチェリラは、 キリスト教系農民に従税を課し、虐待を行ったため、セルビア人らの状況は悪化する一方であった。また、その一方で、オスマン帝国で特殊な地位を築いていた、ギリシャ系キリスト教徒であるファナリオティスラが、ギリシャ聖教会の勢力増大を狙って、セルビア聖教会の廃止を目論んだ。1766年、ペイチ総主教座が、1767年に、 オフリド大主教座がそれぞれ廃止されたことで、セルビア正教会は事実上廃止された。18世紀に入るとオスマン帝国が弱体化したことで、ロシア、オーストリアの勢力が徐々にバルカン半島へ広まっていった。特にロシアは、ピョートル大帝以降の拡大政策の下、バルカン半島のキリスト教、特に正教と来の干渉を強めていった。そしてさらに、 オスマン帝国を押し戻すのに協力者を必要としていたオーストリアと同盟を結んだ。ただし、この同盟は両国境にバルカン半島を主中に収めようと考えていたため、時に競争となることもあったが、18世紀を通じて、ロシア、オーストリアは行動を共にするようになった。1782年、オーストリアのヨーゼフ2世とロシアのエカチェリーナ1世は、 バルカン半島を分割することで秘密協定を結び、オーストリアはセルビアの一部、ヘルゼゴビナ、ボスニア、ダルマチア、モンテネグロを、ロシアは残りの場所をそれぞれへ分割することが決定された。1787年、ロト戦争が勃発、ロシア、オーストリアの軍隊はオスマン帝国領へ流れ込んだ。この戦争でヨーゼフ2世はセルビア人らに、 オーストリア軍へ参加することを求める劇を飛ばすと、セルビア北部、シュマディア北部で、セルビア人らが放棄、戦況が有利に進むと、愛国的感情まで湧き出す結果に至った。しかし1791年8月に、オーストリアオースマン帝国間で、シストバ条約が、1792年に、ロシアオースマン帝国間で、ヤッシー条約がそれぞれイギリス。 フランス両国の干渉で結ばれ、セルビア人らは大社と極わずかの公民権が与えられただけに止まり、セルビア人らの期待は裏切られた。また、その一方で1789年に発生したフランス革命やドイツロマン主義の台頭はナショナリズムの思想をヨーロッパ西部に広げたが、バルカン半島諸民族の商人らがこれをバルカン半島へ持ち帰り、 知識人らに影響を与えた。オスマン帝国時代のベオグラード・オスマン帝国支配下のセルビアは15世紀にスメデレボ三尺として扱われ、18世紀にはパシャが管理するベオグラード・パシャルクと呼ばれていた。このベオグラード・パシャルクはシュマディア地方に限定され、その他、ビディン、ニシュ、レスコバツ、ノビパザルなど隣接したパシャリクにもセルビア人らは居住していた。 ベオグラード・パシャルクはさらに12のナヒアが設立されており、その多数個のナヒアを統合してカーディも設立されていた。18世紀末までセルビア人らはナヒアより下の行政単位で自治が与えられており、このナヒアがオスマン帝国とセルビア人らの自治との接点であったが、このナヒアの下にクネジーナが存在しており、ナヒアの長であるクネズを集会で選出していた。また、 このクネジーナの下には村長であるクメットが管理する村があり、この村の中でクネジーナの長であるクネズを選出、さらに租税分配等も言った。この村は約1800存在したと言われており、さらに村の下には30から50のザドルガ。このザドルガは不形成大家族共同体であり、各単位で自給自足を行い、またセルビア放棄の際には、 兵士の供給源となった。この時期、セルビア人らは主に農民として生活していたため、セルビアの言語学者、ブークカラジッチはこの状態を、セルビア人であるということは農民であるということと語っている。18世紀のベオグラードパシャルクでは、ヨーロッパ西部と比べると農業において、未発達で牧畜に大きく依存していた。そのため、牧畜が発展したことで家畜を扱う商人が生まれ、 彼らは、農民から買った家畜を、ハプスブルク帝国などに販売して、大きな利益を得ていたが、この家畜商人の中から後に第一次セルビア放棄、第二次セルビア放棄の指導者となるカラジョルジェ・ペトロビッチ、ヤミロシ・オブレノビッチが生まれる。セルビアに伝わる、英雄女子誌で活躍する、マルコ王子そして、セルビアでは、セルビア正教会が自立できたこと、コスボの戦いを元とする、 英雄女子氏が口実で伝承されたことなどのおかげで、セルビア人としての民族的アイデンティティを確保することができた。そして、セルビアはオスマン帝国辺境地としてハプスブルク帝国と隣接したことで、軍事的、経済的影響を受けていた。1787年に発生したロト戦争で、オスマン帝国はロシア、オーストリアに敗北したが、 これに伴いセルビア人らがオーストリアへ大移動を開始した。この動きの中でセルビア人らはオーストリアで義勇軍を結成して戦いに参加していた。このロト戦争終了後、オーストリアとオスマン帝国の間で結ばれたシストバ条約でセルビア人義勇兵の罪を問わないことやベオグラードパシャルクでの内政自治が保障された。この内政自治を認めた。 オスマン帝国スルタンセリム3世は、ベオグラード・パシャルクで防政を振るっていたイエニチェリの追放する布告を発布した。これは、ベオグラード・パシャルクがオスマン帝国返境の重要拠点であったため、セルビア人らがオスマン帝国から離れていくことを防ぐための布告であった。このイエニチェリの排除に、オスマン帝国は、キリスト教徒にまで援助を要請。これを鎮圧した。その一方で、 ベオグラード・パシャルクのパシャ、ムスタファ・パシャは隣接する、ビディン・パシャルクのアー・ヤーン、パスバノールに対抗するために、セルビア人民兵を組織させた。しかし、パスバノールが、オスマン帝国と和平を結んだことで、セリム三世はこの民兵が、脅威になると考えて1799年、イエニチェリのベオグラード・パシャルクへの帰還を許可した。ベオグラード・パシャルクへ帰還したイエニチェリラのダヒアの、 称号を持つ4人の将軍らは、パシャルクを掌握、自らの利益のために、セルビア人有力者やクネ熱聖職者らの72人を殺害した。そのため、セルビア人らは家にチェリによる大量虐殺を恐れなければならなかった。オラシャツで放棄の宣言を行う群衆1760年に、生まれたジョルジェ・ペトロビチは、カラジョルジェという異名を持ち、 1787年から1788年に発生したセルビアにおける放棄にすでに参加していた豚商人であった。1804年2月、モラバ川とドリーナ川の間、シュマディア地方のオラシャツで村のクネズ、山賊であるハイドク、僧侶たちは農民らを率いてセルビアの地で圧政を行うイエニチェリ排除のために放棄した。カラジョルジェもこれに参加。 各地で発生した放棄をまとめ上げ、指導者となった。1804年末までには放棄は、セルビア全土に及び、12のナヒアから集められた代表12人による、統治議会も設立された。1813年7月、ネゴディンで壮絶な死を迎えた、放棄参加者で、ハイドクの首領ベリコ・ペトロビッチ1805年から6年に、かけて、イバンコバツ、ミシャル、デオグラードで、 オスマン帝国軍を撃破したカラジョルジェは、セルビアに影響力のあるオーストアリア、ロシアへ支持を要求。ロシアはこれに応じ経済的、外交的援助を与えた。1805年、カラジョルジェは、スクープシュティナ召集、地方自治を与えるよう、オスマン帝国に要求したが、スルタンはこれを拒否した。そのため、これまでオスマン帝国支配下のセルビアで圧政を行っていた。 イエニチェリに対しての放棄が様相を変化、この放棄はセルビア人らの独立を目指す闘争となった。そしてこの放棄には周辺地域の道場も集め、テッサリアのジョルジオリムピオス率いるギリシャ義勇兵やモルドバ公コンスタンティン・イプシランディスの部下による支援が行われている。1809年のセルビア領オスマン帝国はこの放棄を鎮圧するために軍を送ったが、 1805年の秋と1806年にセルビア人らはこれを撃破。ベオグラード、ポジャレバツ、スメデレボを占領。1807年にはセルビア北部におけるオスマン帝国最後の要塞、ウジツエも陥落した。この時、ロシア人らの義勇兵が到着。セルビア人らは規制を上げたが、数に勝るオスマン帝国軍の攻勢は終わることがなかった。 1806年にロト戦争が始まると、オスマン帝国はカラジョルジェに対して、実地を承認すると申し出たが、ロシアの支持が得られると判断したカラジョルジェはこれを拒否、セルビアの完全独立を求めたが、1807年、ロシアとナポレオンの間で、ティルジットの和訳が結ばれ、ロシアがオスマン帝国との和平交渉を始めるとセルビアは、徐々に孤立し始めた。 カメニカの戦いの後、セルビア人への見せしめとして、放棄参加者の頭蓋骨をはめ込んだチェレクラ1808年から1811年にかけて、戦況は油断を許さない状況であったが、カラジョルジェの権威に対して、セルビア人指導者層の間で、いさかいが発生。さらに、フランス革命において登場したナポレオン・ボナパルトがヨーロッパで接見すると、 ロシアの政策も転向せざるを得ない状況に至っていた。1812年にロシア、オスマン帝国の間でブカレスト条約が結ばれ、セルビアの自治国化が約束されていたが曖昧であったため、セルビア人らはスルタンと交渉を行っていた。しかし、ロシアがナポレオンとの戦いに暴殺されていたため、1813年、この感撃を利用して圧倒的な兵力を、 投入、10月までに、ベオグラードを占領、セルビア人らを鎮圧した。この事態に至り、チフスに罹患していたカラジョルジェと、その他のセルビア人指導者らはハンガリーへ脱出、第一次放棄は終わりを告げた。1813年のセルビア領を再びセルビアは、オスマン帝国支配下となった。しかし、セルビアへ戻ってきたイエニチェリアアルバニア人守備隊らは、 略奪や残虐行為を再び行った。その頃、ウィーンでは、ナポレオン失脚後のヨーロッパ秩序回復のために、ウィーン会議が開かれていたが、彼らはほとんど帰り見られず、ロシアが威嚇する程度しか行われなかった。セルビア人らはこの状況に至り、大虐殺が発生することを予想し始めていた。1814年末、第一次放棄の指導者一人であった、ハジプロダンが、 茶着地方で放棄した。これは、特赦を行うことを引き換えに収集をつけることが、約束されたが、オスマン帝国のパシャは結局、この放棄の指導者層らを虐殺した。これには、第一次放棄に参加していたが、さほど重要な行動をしておらず、また、セルビアに居残っていたミロシオブレノビッチ一世が、収集のために行動をしていたが、この虐殺が行われたことで、 自らの身の危険を感じ、放棄の準備を行っていた。1817年のセルビア領1815年4月、オブレノビッチは、生まれ故郷、タコボで放棄を開始した。政治に長けていたミロシは、オスマン帝国との折衝をうまく行い、また、7月までには、ルードニクチャチャク、ポジャレバツ、クラリエ防戦領、セルビア北部の解放に成功していた。また、 ナポレオン戦争が終結していたことで、ロシアが影響力を行し、セルビア人とオスマン帝国の間で交渉が始められた。この交渉でセルビアは、オスマン帝国下で、オスマン帝国軍守備隊が駐屯はするが、ドナウ川以南に居住するセルビア人らに自治権が与えられ、武器の形態、租税の徴収、ベオグラードで議会を開催することが許可された。しかし、その一方で、 セルビア内では、ミロシュによる非道行為が発生していたため、ミロシュらに対するセルビア人らによる放棄が発生していた。そして、第一次放棄の指導者カラジョルジェが1817年6月にセルビア入りしたが、この行動には、ミロシュ、オスマン帝国双方が動揺を隠せず、カラジョルジェは暗殺された。1817年11月、スクープシュティナはミロシュを 世襲制のセルビア公に選出、ミロシュはセルビア公となった。そして、セルビアはオスマン帝国支配下として、主要都市へのオスマン帝国軍の進駐毎年の功能の義務を負ったが、自治公国として自治権を獲得した。ベオグラード、1821年19世紀初頭、1815年にオスマン帝国内のキリスト教徒は、 ギリシャ人であるトルイス・ネーミアが書いたように18世紀後半に至るまで南スラブ民族は民族としての一体感や文化的、政治的意識を持っていなかった。そしてこの地域における社会構造や経済発展、政治的、文化的活動はオスマン帝国やハプスブルク帝国による利益によって左右され時に分断された。しかし当初、 オスマン帝国への反抗として発生したこの放棄は、やがてフランス革命や母国語の重要性を説いたドイツロマン主義の影響により、徐々にナショナリズムの色を帯びていき、ヨーロッパ列強がかかることで民族解放の様相を強めていった。しかし、セルビアは自治権を勝ち取ったとはいえども、総主権はあくまでもオスマン帝国にありウィーン会議でも再確認された。また、 他のバルカン諸国では独立、もしくは自治を獲得する際に、西ヨーロッパから国家元首を招平するケースが多かったが、自ら自治を獲得し自らの指導者らが国家元首となった点で、セルビア放棄は特徴的と言える。さらに当時、セルビア人はハプスブルク帝国とオスマン帝国によって分断されていたが、ハプスブルク帝国内のセルビア人らが力を蓄えて行くに従って、 オスマン帝国内のセルビア人らは抵抗の意思を固め、共同体意識を発展させていき、さらには、ハプスブルク帝国内のセルビア人らは彼らに、共感して、物質的援助、及び知的活動を行うことで、セルビア人らは結束し、イーニチェリに対する放棄がやがて民族運動に転化、民族国家形成に向かうのである。そして、このセルビア放棄を行使とするバルカン半島における、 民族運動は後に続くギリシャ独立戦争にも影響を与え、さらに18世紀後半から19世紀当初に起こった民族自立運動へとつながりその他のバルカン半島諸民族らにも影響を与えた。この放棄が成功した理由として、柴義弘はセルビア教会が民衆の教会として存続したこと、セルビア民族の意識を高める民族女子史の存在。 地方自治組織の存在、オスマン帝国辺境地というセルビアの地理的位置を挙げている。スクープシュティナが開かれたホール、クラグイエバツこの放棄は国際情勢的には大きな反響を与えることはなかったが、バルカン諸国に大きな影響を与えた。八百二十年代に入ると各地でハイドクやクレフテスなどと協力した農民らによるオスマン帝国に対する反乱が発生し、 ギリシャ独立戦争やワラキア法規へとつながっていく。バルカン諸民族らは独立後、それぞれ別の道を歩んだが独立に至るまでの経緯は似たようなものであった。特にフランス革命とドイツロマン主義はそれぞれの人々が所属する民族の概念や革命のイデオロギーの形成を導き、さらにロシアの協力により革命が達成された。そしてナポレオン戦争後や 革命運動に対する警戒があったにもかかわらず、バルカン半島の諸民族はナショナリズムを形成、大きな成果を得たのである。ただし、各国は自由主義体制の形をとっていたが、あくまでも西欧の国民国家の模倣でしかなく、当時、開かれたウィーン会議でもバルカン半島のキリスト教徒らはオスマン帝国支配下であることが確認された。しかし、 オスマン帝国スルタンセリム3世が、イエニチェリの反乱で退位させられ、マフムト2世が後を継いだが、危機を抱いたマフムト2世はイエニチェリの排除を行い、彼らを虐殺した。だが、これはオスマン帝国の戦力を大きく減少させることになった。この出来事とセルビア放棄の成功を目の当たりにしたブルガリア人、ギリシャ人、ルーマニア人、アルバニア人だが、 オスマン帝国からの独立を目指すことにつながっていった。1826年、ロシア、オスマン帝国間で結ばれたアッケルマン条約では1812年に結ばれたブカレスト条約で規定されたセルビアの自治が施行されることになっていた。しかし、セルビアは公国として自治権こそ獲得したが、オスマン帝国はミロシを世襲公とすぐに認めようとしなかった。 これは1815年以降、オスマン帝国が予備審議という形で交渉の引き延ばしを行い、これを任なくても済むようにしていたためであった。しかし、ロシアは、この遅延に対して、オスマン帝国へ影響力を行使するために1828年、オスマン帝国を攻撃。このロト戦争ではロシアが勝利、1830年に結ばれたアドリアノープル条約で、 ミロシュは世襲公として承認され、セルビアの完全自治が認められた。そして1832年には、セルビア正教会の独立を勝ち取った。ただし、国境については未解決であり、セルビア南部では6カ所のナヒアがオスマン帝国領として残されていたが、ミロシュはオスマン帝国とエジプトの間で紛争が発生している暇にこの南部地域で動乱を、 発生させた上で、秩序回復という名目でこれを占領。1833年5月25日、この地域もセルビア公国として認められた。そして1815年以降、予備審議として交渉を引き延ばしていたオスマン帝国の目論みもここに終わりを告げ、セルビアはここに自治権を手に入れ、その後完全独立を果たした。しかし、 第一次放棄の首謀者であるカラジョルジェと第二次放棄の首謀者であるミロシュのそれぞれの家系が激しく抗争し政治史の中心となっていくという問題がこの後生じていく。これまでのオスマン帝国は絶えず外部との間に構想が生じていたがオスマン帝国内部は平和であった。しかし18世紀後半より国境付近を形成しる各州や属国で揺らぎを 見せるようになっていき、徐々にオスマン帝国の支配は名ばかりになっていった。そしてさらに決定的なことにこの地域がオスマン帝国史とイスタンブールとの結びつきよりもオスマン帝国外部との連携を強めていったことや、フランス、イギリス、ロシアなどの西欧勢力がこれらの地域に触種を伸ばしつつあった。そのため、この影響は、 オスマン帝国が直接支配していた地域にまで影響を及ぼし始めていった。さらに、オスマン帝国首脳はそれまであった反乱を抑えた際に考えた不正な支配に対して、キリスト教徒であるセルビア人、キリシャ人らが外部へ支援を求めるのを当然だという統治感を依然として引きずっており、セルビア放棄及びキリシャ独立戦争もあくまでも各地で肥大化した。 アヤーンやイエニチェリが過酷な支配を行ったために発生したものという考えを依然として持っていた。ボスニア・ヘルツェゴビナはオスマン帝国中央部よりも保守的で共信的イスラム系貴族と重税に苛まされていたキリスト教系農民らの存在があったことから常に不穏な空気を醸し出していた。そしてさらにマフムト2世がオスマン帝国の改革を行ったことでイスラム系貴族らは 不信心者、異端者であるとして反発していたが、セルビア放棄以降、アルバニア、ギリシャ、モルダビアでの暴動が影響して、ボスニア・ヘルツェゴビナでも暴動が発生した。結局、この不安定な状態は1878年に、オーストリアが占領するまで続いた。アルバニアでは18世紀末より、アリー・パシャがヤニナを中心に半ば独立勢力を築いていたが、オスマン帝国に、 形式上ではあるが従属していた。アリーパシャは、ロシアと友好関係を築くことができなかったが、ロット戦争の合間に、北方へ進出、ウロラを占領して、アルバニア南部を支柱に入れた。しかし、これを快く思っていなかった、オスマン帝国は、アリーパシャを追放したが、セルビア放棄の影響から、マフムト2世は彼を許し以前の地位に戻した。結局、 アリーパシャが排除されるのはギリシャ独立戦争の時であったが、その後も1843年から1845年にかけてアルバニア各地で反乱が起こり、1847年にはアルバニア南部が反乱軍によって占領される事態に至った。ブルガリアでは18世紀以降、パイシー・ヒランダルスキの登場以降、 ユーリー・ベネリンなどの学者らが、ブルガリア人らの啓蒙に勤しんだ。そして、ブルガリア人らが、商業活動や他国で受けた教育、セルビア放棄、ギリシャ独立戦争に参加した、ブルガリア人らの経験や伝聞をもとにして、民族的アイデンティティを成立させていった。セルビア公国成立後、ギリシャ独立を目指す秘密結社、フィリケ・エテリアの協会長、 アレクサンドロス・イプシランディスはギリシャ独立戦争開始前、セルビア人やブルガリア人らの支援を取り付けようとしたが、ギリシャ政教による圧力に反感をいただいていた。セルビア人、ブルガリア人らの大部分は協力しようとしなかった。結局、イプシランディスによる放棄は失敗に終わったが、イプシランディスの放棄によって始まった軍事行動は、 ギリシャ各地に飛び火、ギリシャ独立戦争がここに開始され、ギリシャは独立を迎えることになる。ギリシャ独立戦争に連携して、ワラキア放棄が行われたが、ギリシャ側と対立したこの放棄は、失敗に終わった。そして1848年、ワラキア公国とも、しかし、市民革命化を恐れたロシアが軍を投入、オスマン帝国の援助を行ったため失敗に終わった。 ワラキア、モルダビアの両公国が自治権を得るのはクリミア戦争後であり、両公国が合併してルーマニア公国となるのは1860年のことである。ありがとうございます。